ゼビオプレゼンツクロノスプラス、心を動かすスポーツ、ゼビオグループの提供でお送りします。木曜日のこの時間はスポーツ選手や OB、 選手を支える人たちにフォーカス。夢を追い続けることの素晴らしさ、挑戦を続けることの大切さなど、スポーツの魅力に迫ります。今回のゲストはフットサル中井健介選手です。中井選手は兵庫県出身の27歳。6月10日に2017-2018 シーズンが開幕した F リーグ、フェスカドーラ町田の背番号10、専修大学のサッカー部から F リーグ入りしました。大学時代は講師中西哲夫の授業を受ける生徒でした。中井選手はですね、フットサルの普及にも力を注いでくれてるんですよ。まあこれはね、現役の選手ですから影響力ありますよね。あとはたくさんいろいろ話したんですけども、技術的な話もね、すごく貪欲に聞いてくれて、いろんなねことをね彼と考えましたね。ではそんなフットサル中井健介選手との対談後半お聞きください。サッカー選手をずっとやってきて、でフットサルの選手になったんですけど、はい、そのサッカーとかフットサルのこう違いの難しさみたいな感じのところってどういうところですか？なんですかね、もう似たような場面が多いというか、サッカーって比較的ね、なかなか似たような場面って訪れないですもんね。そうですね、もうなんかこう似たような場面の繰り返しの中でギリギリでちょっと違うみたいなところが多いんで、そこを見極めるというか、そこを戦術というか、個人戦術だったりチーム戦術で打開していく、そこの引き出しの数であったり能力であったりっていうところがなかなか最初は難しくて、今結構その僕がいろんな場所に行っても、その J リーガーになりたいとかサッカー選手になりたいって選手もいるんですけど、 F リーガーになりたいっていう子どもも増えてきたじゃないですか。そうですね、そういう子どもたちはどうなんですか？その子どもの頃普通の8人制とか11人制のサッカーやった方がいいのか、もう子どもの頃からフットサルやった方がいいのか、どっちがいいですかね？僕は両方やってほしいですね。もうなんかそのこうサッカーにはないアイデアが、引き出しがフットサルの中にはあって、ありますね。でそれを僕はそのサッカーをまずっとやってきて、フットサルになって今トップリーグでやってますけど、やっぱそこが一番の驚きだったというか、なんか最初はまあテクニックがあればみたいなふうにはちょっと思ってた部分があって、はい、でも中に入れば迷子になって、でもそこはやっぱり引き出しの数というか知らないプレーが多くて、それをなんか子供たちが身につけて、サッカーの引き出し、フットサルの引き出しっていう分かれてみた時に、両方持ってフットサル選手サッカー選手になった方が絶対にどっちにもうまくいくなみたいな、確かに子供の頃フットサルやっててサッカー選手になる選手もいるし、子供の頃サッカーやっててフットサル選手になる選手もいるし、でも両方やってた方がどっちにもね、いい影響を及ぼしそうですもんね。そうですね、実際どうなんですか、子供の頃ってどういう練習してたんですか？ゲームメインでしたね。もうずっとゲーム、ミニゲームもやってましたし、その頃は普通に8人制とか11人制ですか？そうですね、サッカーだけでしたね。あの中井選手が子供の頃ってもう8人制取り入れられてました？8人制、はい、やってました、やってました。確かに11人制やってるよりも8人制やってた方がその5人のフットサルには馴染みやすい部分もあるかもしれないですよね。そうですね、やっぱり人数も減りますし、あと局面もさっき言ったように、近い局面も結構出てきそうですね。そうですね、あとのフットサルの普及活動もされているそうなんですけど、具体的にどういうことされてるんですか？そうですね、フットザワールド FTW っていうちょっと会社というか団体を立ち上げまして、チームの滝田選手、日本代表キャプテンだった選手と今やってるんですけど、基本的にはフットサル分野じゃないところの人たちに向けてちょっと発信していこうかな、でその中でフットサルに興味を持ってもらうような活動をしていこうと思って、ちょっとアパレルブランドを立ち上げまして。あ、そうなんですか。はい、そのファッションブランドはどういうウェアなんですか？今僕もこれ着てるんですけど。あ、それですか。はい、おしゃれなポロシャツ。ありがとうございます。ちょっとこう生地とかにこだわったものを使ってるんですけど。じゃあフットサルウェアじゃないってことですか？あ、もう全然完全に普段着なんですね。完全に普段着です、でもちょっとこう素材感ってことはスポーツウェアのいいところも取り入れてるような。そうですね、服ってことですかね。はい、そのフットサル界以外のことをやろうと思った理由は何なんですか？まあ観客動員数を増やしたい、っていうのを、試合の観客動員を増やしたいってところで、なんで思ったかっていうと、
フットサル選手になった1年目のホーム最終戦で、これに負けたらプレーオフに出れないっていう大事な試合があって、それ選手みんなでこう SNS とかで拡散して応援来てください、はい、って言ったらほぼ満員になった最終戦があって、はい、始まってみたら前半 2-0 で負けちゃったんですよ、はい、で、あ、やばいな、けどなんか負ける気しないみたいな感じで後半始まって、こう試合が進む中で全然負ける気しなくて、はい、でなんかこう本当応援がもうどんどん盛り上がってきて、でその中で1点2点取って、もう会場はもう本当大興奮みたいな、うん、で最終的に3点目取って勝った試合があったんですよ。じゃあサポーターの力を、はい、本当感じた。サポーターの力ってこんなすごいんだなっていうのをなんか肌で感じて、うん、多分応援してる人たちも感じてくれたと思うんですよ。あ、俺たちの声援が力になってるっていうこと、はい、はい、こういう空間作って毎試合こういう空間できたらもう最高だなって思って活動したいと思って、うん、まあ、最終戦だけじゃなくて、はい、日々たくさんのサポーターの方が周りにいる状況で試合したい、はい、そうですね、っていうことですか。はい、うん、さあ実際サポーターの力の大きさをですね知って、自分で活動しながらフットサル自体を盛り上げている中井選手なんですけども、こう先日の試合でもハットトリックをしたんですよね。でこの後30ゴールまでね目標に向かって突き進むというメッセージもいただきました。今回のゲストはフットサル中井健介選手でした。ありがとうございました。